バドゥーン、山田電機で買いました V スタースペシャルセット。これね、ロストアビスがね8パック入ってます。ってことで今回はこのプロモカードとロストアビス開けたいと思います。あとこれが入ってるんだね、マーカーっていうのは V スターマーカー。これね、寝かせるっていう手もあるんだけど、僕は開けたいです。開ける欲求に逆らわないです。我慢できません。開けちゃいます。よいしょ、こうやってね、今手元でやっていい、これ。ちょっと今ね、テーブルの上が散らかりすぎてて、今購入品紹介やった直後に撮ってるからまだ片付けしてないんだよね。よし、まあ中にはね普通にこんな感じで入ってるんで、まあいいでしょう。これはこれガサバるからね、早めに開けて捨てないと、待ってね、あれがないと、スリーブ、あった。ダイソーのスリーブ一応用意してます。だって、あれが出る可能性ありますからね、これから。ギラティナのスペシャルアート、スペシャルアートのさ、何なんだっけ、あれ。すごいやつ。ね、これ出るかもしれない。しかも、なんか、このセットの方が、なんかレアカード出やすいみたいな噂もあるから、ただ出ない人もいるのは確実だからね。スペシャルアートのギラティナが出れば勝ち、もしくはSR のお嬢様でも勝ち。ただまあ変なって言ったらあれだけど、僕は前これ当ててますからね。ちょっと埃がついてる、埃っていうゴミが、よいしょ、これ当ててますからね。ネギシじゃないや、ネジキのハイパーレア、こういうのが出ると当たりでもまあ弱いよっていうね。で、V スター、これ開けない方がいいのかな。まあ一応開けるけどね。よし、ロストアビス開けるぞ。あ、マーカー、これプレイで使えるのかな。マーカーは取っとこう、取っとこうっていうか、まあ全部取っとくんだけど、あ、でももしかしたら値段が上がるカードが入ってればお金のために売るかもしれないです。売ってまた新しいの買うかもしれない、思ったとか。じゃあ8パックなんで、ちょっと緊張の開封してきます。いやー、てかね、 SR 以上、8パックだから SR 以上が1枚でもくれば、まあ、まあまあ勝ちなんだよね、確率で言えばね。ただ何の SR かにもよる。はい、はっ、うわー、来たー、ウルトラレアのギラティナいきなり来た、はあ、来たけど、ね、勝ちだね。1800円ぐらいじゃん、これ。1800円ぐらいで、ウルトラレアのギラティナが来るのは勝ちです。確かこれね、勝ちで言うと、SR の、あ、スペシャルアートのギラティナの次か、お嬢様の次かぐらいにレアなんで。うわ、来た、マジで。やった。え、じゃあもう残り開けない方がいいかな。でもわかんないよね、もう1枚あとね。2枚箱っていうのは、ちょっと声が大きくなっちゃったな、テンション上がって。2枚箱っていうのがあるから、このセットにも2枚入ってる可能性もあるんで、ワンチャンね。もうここまで来たらパックで取っといてもしょうがないんで、パック自体に価値はないから、まああるんだけど、まああんまりね、サーチとかある。このお嬢様のね、あの SR が欲しい、まあ、ドラパールドね。まあこれでもね、ノーマルカードもゴマゾウみたいにイラストとか見たりとか楽しめるからね。あー、でも負けない、もう負けはないからよかった。ちょっと寝かせてから売ろうかな。よっしゃ。あー、でも普通はこうなのよ。でもね、これイラストとかいいからね、シードラ。全然ノーマルカードでも別にもうね、ウルトラが1枚出てれば、あとはまあダブルレア、トリプルレアがちょろっとくればいいかな。てか1パック目で来るっていうところがいいよね、安心して開けれる。あー、いいね。ドヒドイデ、ヒドイデ、ドヒドイデ好きだから、マグカル、アニメで好きになった、小次郎のこと好きなさね、ヒドイデがいて、ゲットする話から見てるんで、ちょっと好きですね。いやー、ウルトラレア来たよー。スペシャルアート、スペシャルアート、何でもいいからスペシャルアートがあればな。はい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 、あと何パック、あと3パック、
よかった、ウルトラレア来て。いやーこれ負け、でも早く売りたいんだよな。1800円の出費結構痛いんだよ今。ちょっと食費が削られちゃうから、今風邪ひいたりさ、熱中症にならないようにさ、もう食事ちゃんと栄養取らなきゃいけないから、食費削りたくないんだよね。だから早めに売りたい。どこに行こうかな、カードショップするがや。いやーよかったー、あいいね、カメテテいいね、カメテテね、なんか何の良さもないポケモンだからこそ好き。カメテテってなんか使ってる人いんの、カードとかあのゲームとかで。でも僕は好き、ゲームで使ってた時期あった、進化させたりしたもん。でも餌あれ来ないね、ウルトラ以外何も。あ来た、あまあまあプテラのダブルレア来ましたということでね。はい、どうする、これをスリーブに入れなくていいよね、そのままあのファイルしちゃうわ。ってことで今回はギラティナ V スターウルトラレア、まあレアリティとあのキャラで言うとトップレアだよね、あのこのパックの。でもまあスペシャルアートには負けてるよっていう感じなんだけど、ウルトラの方が多分枚数は少ないんじゃないかな。スペシャルアートの方が少ないのかな、声が大きくなっちゃった。はい、やばい、これはやばい。これこの後ローダーに入れて、まあ、ちょっと買い取りのタイミングを待ちます。やったぜ、これ開けてよかった。ああ開けてよかった。一応このパックもまあ未開封で持っててもしょうがないんで、これ何枚入ってんだろう。1枚だよね。なんかザシアンとかザマゼンタとか入ってんのかな。よし、このプロモパック、あ1枚しか入ってないんだ。あ1枚しか入ってない、いいじゃんこれ、ロトムだ、ロトムセットじゃんこれ、いいじゃん。これはちょっとスリーブ入れるね、なんか歪んでない、熱で歪んでない。まああるあるですね。やったぜ、これはね、コレクションとしていいね。これプロモカードでしょ、でも。よし。ロトム V スター。これなんか、プレイで使えそうだけどね。ロトム、まあ、好きっちゃ好き。イラストも可愛いね。いい笑顔。こんな笑顔したいね。ああ、よかった。あれ？ウルトラレアのカードのどこやったっけ？あったあった。今回は開けて正解だったな。これでね、来ない場合もあるらしいから、あのいろいろ見てたらネット。はぁ、よかった。ということで、皆さんも、まだ山田電機にはね、普通に個数制限は1個だけど、あの、あった。EV ヒーローズがなかったんだけどね。EV ヒーローズ買わなくても、これが出るならこっち買ってよかったです。ではまた。バイバーイ。